甲子園で優勝した履正社が不遇だということで見ていきたいと思います。まずはスポーツ新聞なんですが、この甲子園で履正社に負けて準優勝の星稜の投手、奥川投手ですね。この投手がすごい投手で、まあ話題もね持っていたんだと思いますが、履正社が優勝したにもかかわらず一面ね、この準優勝の星稜の奥川投手を一面に持ってくるというね状況になっております。この奥川投手すごいのはねわかるんですが、そのすごい投手を下して優勝したね履正社のこともねちょっとぐらいは載せてあげてもいいんじゃないかなと思う新聞の一面ですね。こちらは泣くな奥川、奥川夢の続きはプロで、笑う夏涙で巻くというようにね、完全にねこの奥川投手が主人公の一面、優勝した履正社にとっては不遇のね一面となっております。次はですね、甲子園の優勝インタビューがちょっと炎上しているそうで、履正社の選手にですねインタビューをしたアナウンサーが質問でですね、履正社の選手に星稜の奥川投手はすごいピッチャーでしたかだったり、星稜高校も素晴らしい決勝戦の試合をしてくれました、星稜高校もぜひ褒めてあげてくださいということを言って、その質問はおかしいだろうと炎上しているそうです。まあ、これね見てた感じそこまで違和感のある質問ではなかったんですが、まあ、でもこの質問をするってことはね、このアナウンサーもちょっとは奥川B級が入っていたと思うので、まあ、やっぱり優勝してもね奥川くんの質問はされるということで、この履正社はね不遇なのかなと思います。実力勝負の世界でね、履正社優勝したのになぜか負けたチームのね投手の方が注目されているというね、これも履正社の不遇なインタビューでした。次は甲子園で準優勝した星稜高校の石川県の金沢駅でのメッセージですね。それがこちらなんですが、祝星稜高校甲子園準優勝おめでとうございます、感動ありがとうというメッセージなんですが、もう地元はね完全に星稜高校が優勝すると思ってたんですかね、もう準という文字をね完全に後から入れたのがわかるメッセージをね掲げております。まあ地元ですしね優勝する自信はあったんでしょうが、もう最初からね優勝することしか目に見えてなかった、履正社のことは目に入ってなかったというねメッセージですね、こちらは。はい、もう甲子園ね、高校球児、奥川投手だけじゃなくてね、もう一人一人にドラマがあると思うんですが、まあ、でもやっぱりね、星稜高校の奥川投手ばかり話題に上がってしまう。優勝したのにあまり話題に上げられない、不遇な履正社でした。履正社は優勝おめでとうございます。以上です。